はこんにちは、千葉県柏市、よさこい柏紅塾です。4年ぶりに、このステージに立つことができました。去年はエントリーをしていたんですが、事情により、急遽キャンセルという形で、もう涙を飲んでですね、NHK 前のところで、戦争を振って皆さんを応援しておりました。今回ですね、高知よさこい終わってここにまだ、立てることを本当に嬉しく思っております。最後まで小さい子もいますが頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。参ります。紅邁進、構え。You.
客様に礼、ありがとうございました。よさこい歌手は紅塾の皆さんでした。ありがとうございました。